やっちゃうよ。ラジオですので今日もやっていくんですけど、今日はね、このデッキ使っていきたいなと思いますので、なんだっけな、ディガーメガナイト、メガナイトディガー枯渇ですね。うん、まあ昔からあるデッキなんですけど、まあやっぱりそのなんだろう、今メガナイトがねちょっと熱いってことで、あの運営のね、あのセスって人が言ってたんですけど、4000トロ4000から5000の中でめちゃくちゃメガナイトが多いらしくて、その使用率トップ5に入るらしいんですね。そうで、基本的にそのグラチャルとかの使用率トップ5って、あの前のなんだろう、環境とかだとやっぱりそのポイズン、雪玉、タルババとか、あの呪文とかね、あとはめちゃくちゃ入ってるサブユニットですね、アイゴレとかユーノとか、そこら辺がねやっぱそのトップ5に入ってて、主力カードが上に行くってことはねなかったんですよ。そうそうそう、本当に強い、なんだろう、何があったかな、去年、まあ結構バラついてたから、まあディガーとかホグですね、結構多かったの。でも絶対にトップ5に入ることはなかったんですけど、やっぱりその4000から5000体だとメガナイトがね、あの使用率トップ5に入るらしいんですよ。でそれってめちゃくちゃすごいことで、やっぱり呪文とかみんな入れるじゃないですか、デッキに。でそれよりも使用率が上回るっていうのはね、相当なことなんでね。今日はね、その人たち向けに結構参考にしていただければなと。まあ言うてね、このデッキ普通に強いデッキで、12勝デッキとかでもね、あるんでね。あの言うてどのトロ隊の人でも使えるっていうのはあるんですけど、主にね、主にその4000から5000でめちゃくちゃ多いらしいんでね、まあそこら辺ね見ていただければなと思います。ということで、1勝2敗の鬼の1勝2敗のグラチャレで、このやりゴブのねところ吹き矢じゃダメなのって人がね結構いるんですけど、やっぱりなんだろうな、やっぱやりゴブがいいんですよね。そうっていうのも、なんで吹き矢じゃダメなのって、吹き矢も言ってそのこういうところねペッて足したりするのはね強いんですけど、なんかそのなんだろうな、あのスケバレやりゴブが強いんですよ。でそこにザップを出してコウモリ足して穴掘りつけてみたいな、そういう動きが強いんで、おう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 って感じですね。ここにザップを咲かせたい。よし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 。ここユーノとかここで吸えるんでね。おーい、やばい、デッキがやばい、やばいて。レイジか、レイジザップ。なるほどね、そういうパターンね。とりあえずスケバル逆サイですね。で、結構ザップ押さえて、ザップ押さえているので、ワンチャンサンスペ説もある。なるほど。見てたとね。よいしょ。オーケーオーケー。これで、おー。これとりあえずメガナイト。ペッカがあるんでね。メガナイトなしでいきたいと思います。痛い。痛すぎそれは。あー。痛えよ。マジでつれ。なるほど。エリキを咲かせて、ここでエレキを咲かせます。よいしょ。で、それをインドラで受けてスケバレつけて、インドラで受けて、よいしょ、スケバレつけて、もう一周いきます。よいしょ、よいしょ、よいしょ、オッケー、いいですね。ここにまたザップとかを探せたい。よし、オッケー。いいね。もう一回インドラをつけて、でこれメガナイトで行って、で、こっちなんですけど、ペッカ出されたくないんで、スケバレ、出してきちゃった、普通に。で、これウィザードが来る可能性が高いんでね、ここら辺に飛ばしていきたいなと思います。よいしょ。矢の雨からの、はい、ザップ使った。ザップを使ってエレキも使ったので、これでやばい、やめてくれ、お願いだからやめて。うぃぃぃ、ここ待てよ、絶対にメガナイト温存しなきゃいけない。であっちに、あ、オッケーオッケー、これ、ね、読まれない位置、オッケー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 、いけいけ、入れ、オッケー、生きたー、危ねー、
どうでしょう。でこのデッキね、これね、ウィザード入りザップ嫌な目はね、良くないんですけど、普通だったら負けるんですけど、まあ言うて枯渇要素がね、1、2、3、4、5と、まあインドラも言うてザップ打ちたい対象なんでね、結構あるんですよ。で、しかも回転がめちゃくちゃ早い。で、あとはペッカのテンプレに意外とね、勝てなさそうでね、勝てるんですよ、普通に。そうそうそう。なんで、雪玉なんでね、工場とかもノックバックできるしね、結構強めですね。あとラバーとかにもね、めちゃくちゃ強い。さてさて、とりあえず遅延系だったらね、あんまりね、多分 1-0 で勝ちたいはずなんで、こういうのも無視できないでしょうって言おうとしたんですけど、無視してきましたね。なるほど。とりあえずアイスウィズの遅延当たらないようにコウモリを出していき、当たってしまうインドラを出します。まあこれでゴボウリは溶かしてゴボウリが出てくると思うので、ないとスケラーですかね、チケラ。もうね、インドラ一体でね、もう終わりなんですよ、正直言っちゃうと。そう、もうインドラ一体でね、全部終わっちゃいます。これスケバレつけていいですね。アイスイーズが来るんで、はいはいはい、いいよ、暇なんで。これ先頭こっちだけで止めて、はい、おー、やるね、結構やりますね、やりますねっていうか、やりすぎですね。はい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 。でトルネを使ったんで、これベビドラぐらいしかないはずなんですね。でなんで裏に飛ばします、よいしょ。でトルネを使ったので、これを飛ばしていき、あー死んでもうたー。いやどうしようかな、これ受けるか。インドラね、結構大事にしたいんですよ。っていうのも、こういう遅延デッキってインドラにね、単体で勝てるカードがないんですよね。そう、だからインドラをやっぱ結構大切にしたいですね。で高めに出す、よいしょ。いいよ、いいね、いいね、いいね。今回はトルネを使ってないので、ちょっとトルネしにくい位置に飛ばします。トルネ使いましたね。 OK OK。 でこれインドラが残るんですよ、こうやって単体で勝てるカードがないんでね。でまたベビドラスキャラとか打たれないようにこうやってインドラ出していきます。はい。でメガナイトで蓋をして、スケバレを出して、でスケバレが割られないうちに先にこれでタルバンを引き出して、よいしょ。でトルネを咲かして、はい、ギガを飛ばしていき、タルババを使ったのでこいつを追加していき、いいですね。 OK 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 OK。 そうですね、まあ一見ね、その遅延に弱そうに見えるんですけど、あれですね、そのインドラが全部遅延に対して、なんだろう、本当にこれ見るとベビドラとかね、まあタルオリゴブオリもそうですけど、アイスウィザーとあとポイズンですね、全部そのインドラが死なないんですよね。そうだからインドラ無双できるんでね、結構こういうインドラ無双できる相手には、もうバシバシにインドラで決めていった方がいいですね。もう今インドラでアド取ってたんで、よろしく。手前の細かいのはね、言うて溶かされちゃうんですけど、インドラだけが残るっていう。やべえ、めっちゃ鼻水出てきた。ふい、プリンセス。おお、なるほど。ギャンガー俺も咲いていき、よいしょ。とりあえずあいつが面倒なんでね。で、トルネはないでしょう。はい。やりゴブ。やりゴブで一発で抑える。OK。いいですね。プリンセスがあるからな。これコウモリを切ってもってところであるんですけど、やることがないんで、スケバレケツからいきます。端前からいくとね、プリンセスをあそこら辺に出されて、ここら辺に、相手をここら辺に出されてうまくカウンターされちゃうんでね。で、出していき、
これワンチャンいいよね。全然これアウトローがね、どっちかに出さなきゃいけないんで。おい、プリンセス倒す。これ相手雪とかなくね、普通に。えい、オッケー、これ折ったっしょ。オッケー。で、次考えられるのがアウトローバレルですね。端前アウトローバレルが考えられるんで、アウトロー相手使ってないんで、とりあえず来なかったらケツから、あ、これ端前アウトローバレル来るな。よいしょ。あー、なるほど。まあ、これはよいしょ。いおい、気持ちいい。オッケー、これめり込め、めり込め。オッケー、行くよ行くよ。あれ、うえ、いいね。こっち出して、あー、そうだそうだそうだ。オッケー、インドロ出していき、バレルが来てもこれで完封できるんで。オッケー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 、いいよ。いやー、あのプリンセスが打ってほしいな、ちょっと。まあまあまあいいでしょう。はい、ユーノとかが来やすいんで、ここでイエー、オッケー、これで完封できます。オッケー、いいですね、グッドゲーム、いい感じですよ、非常に。どんどんいきましょう。よいしょ。いやー、最後負けないように祈る。猫大好き、は犬ハスね。もう犬をね、俺が年長かなぐらいから飼ってるんでね、めっちゃね、犬大好きなんですよ、俺。もうすごい、ずーっと、めっちゃ長生きしてくれてね、もう、やっぱ犬いいっすよね、犬は。でも、なんかこの前バロリさんち行った時に、めっちゃその猫もね、可愛かったっすね、クユくんが。だからまあ、まあ言うて、動物なんでも可愛いみたいなのがあるっすけど。いいね。あー、逆だったー、倒すの。これなんだろう、デッキわかんねえなー。とりあえずインドラ。おー、すごい。うえー、なに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 、読みですか、それ。よいしょ。まあこれ別に、おー、いいね、そういう読みしちゃう。でもこれ共有していいっすね、全然。オッケーオッケー、いいよ、いいですね。めっちゃスケバレが入る。やっぱね、あれやりすぎだったっすね、相手言うてか。でもいや、もっといい攻撃できたな、今の。ちょっと甘かったな、バルキリーもんな。オッケーオッケー。で、ディガを使った、でタルババがある、インドラがあるので、インドラじゃあマジアチか。あー、ルート強制しとけば寄らないのに。いいよ、倒せ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 。いやー、いいね。オッケー、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい。いいよ、オッケー、めっちゃいい流れ。ディガー使ったんないと攻撃できないですね。あ、これあれだ、マジャチャ来るやつだ。はいはいはい。わかるよ。
わかるよ、カイジ君。オッケー。いいよ、こっちに雪玉使ったらいい、いいよ、イエーイ、あーいってことでですね、やってたんですけど、いや結構ねマジアチャがうっとうしかったですね。まあ、ただポイズンなかったからちょっとやりやすかったかなって感じはあるんですけど、まあまあまあそんな感じですね。いいんじゃない結構ってことで、メガナイト、今結構、あちあち使用率とかもね、あちあちらしいので、ぜひ気になった方は使ってみてください。この枠は、まあ、レベルが高かったら吹き矢でもいいんですけど、極力やりゴブがおすすめですね、やっぱり。うん、スケバレやりゴブの形が強いんでね、やりゴブがおすすめです、本当に。そうですね。という感じで今日はこの辺で終わりたいと思います。バーイ。